闇バイトによる犯罪への加担を防ごうと信州大学で啓発活動がありました。実際に SNS 上で不審なバイトの募集を目にしたことがあると話す学生もいました。闇バイト気をつけてください、はい、お願いします。信州大学教育学部大学生のボランティア信州ライポ隊と警察官がチラシを配って闇バイトに応募しないよう呼びかけました。この数ヶ月、首都圏で相次いでいる強盗事件では、実行役が闇バイトに応募していたとみられています。応募した人などから警察に相談があり、保護された事例は、今月7日までのおよそ3週間に全国で46件ありました。学生に話を聞くと、SNS 上で怪しいバイトの募集を見かけたという声も。猫を深夜に散歩して探すみたいなバイトだけど、実はなんか留守の家を探すやつなんじゃないかみたいな言われてるやつは見たことあります。1日でなんかもう1万8000円とかめちゃくちゃ高いものもあったりするので、やっぱりそういうのにはやっぱり応募しないようには気をつけてます。この啓発活動も学生からの要望があり実現したといいます。闇バイトってそもそも何っていう声もあったので、こういった啓発活動をすることによって新たな被害が生まれないようにしていきたいと。教育学部の生徒さんは将来子どもたちまた若い方たちと接する機会がありますので、手口で知っていただいて皆さんにね教育していただければと思っています。今後は県内の他の大学でも活動を広げていくということです。